ウィンストン・レーモンド・ピータースは、ニュージーランドの政治家。現在、同国副首相、外務大臣。ニュージーランドファースト党党首。ファンガレー生まれ。マオリとスコットランドに家系のルーツを持つ。オークランド大学で法学を専攻し、大学卒業後は弁護士として活動した。兄のジム、イアン・ピータースともに、政治家である。1975年に、 ニュージーランド国民党より総選挙に出馬するも落選する。1978年の総選挙に再出馬し、フヌア選挙区で初当選する。しかし続く1981年の総選挙では落選し、1984年の総選挙でタウランが選挙区より出馬し、当選を果たす。1990年にマオリ担当大臣に就任したが、 党内政策の不一致から、党内批判を繰り返し、大臣を更迭される。1993年に離党を表明し、国会議員を辞職する。同年のタウランが選挙区補欠選挙では、無所属で出馬し、9割の票を獲得し、当選を果たす。1993年にニュージーランドファースト党を結成し、1993年の総選挙では、 トゥヘナル議員とに議席を獲得する。1996年の総選挙で、同党は17議席を確保し、ピータースも議席を保持する。同年、ニュージーランド国民党との連立政権に参加を表明し、ピータースは副首相権収入役に就任する。世論に反し連立政権は好調に維持されるも、ニュージーランド国民党内では、 この連立政権は好ましく思われず、ボルジャー首相の外遊中に、党内クーデターが決行され、ボルジャーは帰国後に党首を辞任、党内主流派を率いたシップリーが首相に就任した。1998年8月に、国有資産売却案をめぐりピータースは更迭され、連立政権は崩壊した。1999年の総選挙で、ニュージーランドファースト党はご議席に止まり、 議席を減らす。ニュージーランド国民党も野党に転じ、ニュージーランド労働党が政権を奪回する。ピータースの政治動向は、特にアジア地域からの移民流入に反対する移民政策を柱とする主張を強調するようになる。2002年の総選挙では、移民政策、ワイタギ条約の不公平さの是正、刑罰強化などを柱に選挙戦を展開し、13、 議席を獲得する。2005年の総選挙でニュージーランドファースト党は7議席を獲得する。クラーク首相の要請を受け、格外協力に参加すると同時に外務大臣に就任する。ナショナリズム、ポペリズムを中心にニュージーランドはニュージーランド人を最優先にを強く主張する。マオリ族の地位向上と権利を強く主張し、特に アジア地域からの移民流入に強く反対する。刑罰強化を訴えるなど、社会的弱者や高齢者からの支持が厚い政治家でもある。2008年11月の総選挙では、ニュージーランドファースト党は惨敗して、全議席を失い、ピータースも落選した。2011年の総選挙で国政に復帰する。2017年の総選挙では旧議席を獲得し、ピータースが、 労働党党首、ジャシンガ・アーダーンを主犯とする連立政権の樹立で合意する。ピータースは再び外務大臣に就任することとなった。同時に副首相を兼任。アーダーン首相が2018年6月に出産し6週間の産休期間を取得している間、副首相のピータースが首相代行を務めた。ありがとうございます。